西風騒動主人秘密ののトンネル、1. 天下の大盗賊に似ている実に不思議ですなあバイモンさんこう申すと大変失礼ですがあなたがそうしていらっしゃるところはかの有名な竜馬安泉にそっくりそのままですなあ。 こう話しかけたのは主人のデバン・ジョージ氏であったすると客は振り返って「とおっしゃるとあなたは天下の大盗賊竜馬セ泉をご承知なのですか?」と主人に聞き返した「さあよう世間の人の知っている通りに私も写真だけではよーく竜馬安泉を知っています」いや私ばかりじゃない。 誰だって写真でより他に彼の顔を見ることは不可能ですよ何せ彼の行動は進出鬼没なんですからねそれにしてもあなたは彼の写真にそっくりですよバイモンと呼ばれた客はちょっと困ったような表情を見せたがことさらしい微笑を浮かべてたぶんあなたのそのご推測は当たっておりましょうが 私に面と向かってそういうことをおっしゃった方はおそらくあなたが初めでしょうよいや確かにあなたが初めですはははははは。<laughs> いかにもこれはそうかもしれませんしかしですなと主人はなおも頑固に言い張るバイモンさんもしあなたという方が 私のいとこからのご紹介によって私とお近づきになったのでなくまたあなたが私の称賛する海の景色をお書きになる有名な画家でなかったら私は当の昔にあなたを龍馬安泉として戸辺のお住まいを警察へ訴えていたかもしれませんよははははこの冗談が一座の人々を笑わせたそこはチベルメすぎる城内の大きな食堂で 大勢の人たちが集まっていたそれはこの古城の持ち主の銀行家デバンジョージ氏及びその母堂の招待を受けて教師もこの一堂に会して親しく物語っているのであったその人々の中には今主人が評判の大盗賊に酷似していると言ってからかった海の絵を専門にしている画家バイモン法領やゲリス総長や郡長やそれからまた この頃、軌道演習のためにこの付近に来ている連隊の将校を十数名も混じっていたのである。ひょうきんな主人の話に興味を得た客の一人が、不意に大きな声で言った。すると何ですなリュ竜ー馬ーン泉はパリ通いの汽車の中で大活劇を演じた後、間もなくこの海岸へ現れたということになるのですな。ついこの頃のこと。 欧米各国にその名をとどろかした巨頭竜馬アンセンが大いにパリ通いの列車を騒がして世間の樹木を衝動せしめたことはまだ人々の記憶に新たなるところであったしかもこの事件は竜馬アンセンの例の道楽で自分のしたことを自分で新聞に投書して世間一般の人に告げ知らせたのであるからたちまち世界中の大評判となったのであるされば 卑しくも交際上位に立つと自信するほどの人にとってこの大盗賊の華々しい振る舞いを知らないというのは甚だ恥辱ででもあるように思われていたのだそうですそうですと気さくな主人デ番ン氏はそれを受けてちょうど3月前私はここにおいでの売門画伯とご婚儀になったのですそれからというものは ほんのわずかのご交際ですっかり親しい間柄になってしまいましたでご覧のとおり今夜などもこうしてわざわざご高麗の絵を片じけうしたというような次第で一座はまたもどっと笑い崩れたそして主人の案内に伴われて放送の方へ入っていったそれは大きな天井の高い部屋であってそこには その昔、チベルメスニル公が心を尽くして集めた無比の財宝が備え付けられてあったと見る古い箱の類生産机巻台花形牢台などがまんまんと飾り立てられ辺りの石の壁の上には美しい帳がかかっていた朝顔型の4個の深い方眼には多くの座席が設けられそしてその窓の扉はことごとく 鉛を着せたた板でっっって覆って覆あった窓と戸との間の左の方の台の上にはルネサンス式の記念書家が置いてありその書家の破風の上には横に右から左へうやうやしい金文字でもって「チベルメスニル城」の8文字が掲げられてある来客一同は不思議そうにこの金文字を見つめたが誰も一チを発するものもない 彼らが言葉もなくスパリスパリとタバコを食い出し始めた時に主人の出番氏はまた画白をらえてさも真面目腐った顔でこう話しかけたしかしイバイモンさんあなたもさぞお心ぜきでしょうねあなたのお仕事をなさるのもつまり今晩が最後というようなわけですからなはは <laughs> 今夜が最後と言いますと と画伯もそれを迎えて十分ふざけた調子で聞いたまさに主人が答えようとした時にデ番ン氏の母道は何か意味ありげにデ番ァン氏に目くばせをしたけれども母親の心を知ってか知らずにかデ番ン氏はなおも言葉を続けることをやめなかった談話の経に乗った市は少しくらいつつましい母道の注意があったってなかなか控えるような景色はなかった いいえお気遣いには及びません私が今皆さんにお話ししたところで決して秘密の漏れるような憂いはございませんから来客一同は主人がいかなることを言い出すかと多大の好奇心を持ってデバン氏の周囲を取り巻いたするとデバン氏は無類とびきりの陳文を話し出す人のような風で誰よりもまず自分自身が大喜びの手でもって えへんと片付けた席払いをして言いいでした明日の午後4時に私どもへ珍しいお客様が見えるのですその人は誰やろう英国施設探偵局の主聖夜ホロクロウ氏その人です聖夜氏は世界の名探偵で死の前には一切の秘密はなくいかなる難題の謎も死に会えば立ちどころに解かれてしまうというくらい しでしこれを聞くと一同はあっと驚嘆の声を発した聖やホロクロウ氏がこのチベルメスニル城へ来る果たしてしからばことやすこぶる重大ではないかしてみれば天下の巨塔竜馬安泉はうわさのごとく この近辺に立ち回っているのであろうか来客らは心心にこんなことを考えていた 2. 古記録の竜馬安泉は確かにこの付近に潜んでおるのですその証拠にはこの間キャツにやられた火災男爵家を挙げるまでもなく 富豪森田氏の別荘も襲われたし倉辻博や小池公もまんまと守備よくしてやられていますから今度という今度はどうしても私どもの番ですなるほどではあなたのところでも火災男爵のように十分警戒をなすったらと客の一人が言う主人は首を振っていやいや 同じ手品は二度とは聞きませんからな。といってこのままでは主人は別に心に寄するところあるがごとくつと立ち上がってこれをご覧くださいまし。と言って書架の上の棚を指したそこにはたくさん並んだ書籍の中からちょうど一冊だけ抜き去ったくらいの大きさの穴が開いていた ここには本が一冊入っていたのですその本と申しますのは16世紀にできていた古いもので表題はチベルメスニル城の記録と書いてありましたそれは老老甲賀ご自身の領地内のこの場所を選んでこの古城を築いたそもそもからの歴史であったのですでこの本には彫刻された三枚の金の板が挟まれてありました その一枚には自分の領地全体のありさまが記されてあり次の一枚にはこの城の図が彫られてありそれから最後の一枚の金属板にはこれは特に皆様のご注意を願っておきますが地下の抜け穴の見取り図が刻んであったのですそれでその抜け穴の一方の口はこの城の一番街廊にあって 遠くのの方へ出ていますしまた一方の口はここへ通じているのです今私どもがこうしておりますこの部屋へ来ているのでございますただいま申し上げた通りのことがあのチベルメスニル城の記録の中に記載されてあるのですが残念なことにはそれがいつの頃からか失われてしまったのですそれはそれは と、バイモン画伯は思わず声を上げたお話の様子で見るとそれはちょいと困りますねたとえ英国の大探偵聖夜氏が来てもいかんとも手段の施しようがありますまいよいやごもっともです聖夜氏はさておいて誰にも手のつけようがございませんがしかしここに幾分の巧妙があるのですと申しますのは 今申しました記録の写しが国民図書館に収まっていることですところで本記録とこの写しとは地下の抜け穴に関する記事が多少相違しています何と言ってもいちいち手写ししたものですから自然図を写し違えるとかちょいと間違えるとかでいろいろ記録にも相違した点が出てきたものらしいのです したがって写しの方はいくらか省略されておりますようです。しかし私は記録には詳しく通じておりますしまた抜け穴の模様にもおおよその見当はつきますからたとえその写しの方だけでもあればそれを注意してみましたら抜け穴を発見することはさほど困難なこととも思いませんが残念なことには写しの方も盗まれてしまったのです。 国民図書館では私どもの方の本記録が紛失しました後で写しの方を一般の読者に見せておったのですしかるに盗まれる方には油断があるが盗むやつには隙がないという通り盗賊の方では抜け目なくその写しをも取っていってしまったのです聞き耳を立てていた来客一同は 思わず叫び出さずにはおられなかったではいよいよ事態容易ならざることになりましたなとその中の一人が言ういかにもすこぶる面倒なことになりましたと主人のデ番ン氏が答えるそこですぐに警察の活動となったのですつまり記録の紛失と この城の抜け穴の警戒と二重の目的のために警官は必死となって働いてくれました。けれども、未だに何らの手がかりすらありません。この城は竜馬安泉に深く狙われていると見えますな。お説の通りです。されば私も不安に耐えませんから、世界の名探偵として当時評判の高い、 聖夜朧苦労しをわずらわしてわざわざイギリスから当城へ出張を頼んだのですすると聖夜氏は直様快諾してくれまして自分がはるばるとそちらへ行くのはただ大盗賊竜馬安泉を向こうへ回して十分腕比べをしてみたいからなのですというような返事をくれましたではいよいよ名探偵聖夜氏はここへ参りますな 大分面白いことになってきましたな。と客の一人が好奇心をそそられたというように言う。お、はい、参ります。明日の午後4時には間違いなく当城へ到着するはずでございます。リューバーアン,ンも大した名誉ですな。と突然画白が叫んだ。けれども、このフランスの大盗賊、 あなたのおっしゃるようにフランスの大盗賊リューバ・アンセンがその話を聞いてもしこの城へ忍び込むことを差し控えてしまったらせっかくイギリスからはるばるとやってきた名探偵聖夜ホロクロウ氏も虚しく手をこまねいているより他にしよがありますまいええその時にはまた自ら別法があるのですすなわち 例の地下のトンネルを見つけ出してもらうことですがせいや氏もおそらくこれには多大の興味を感じることだろうと思います。と主人が答えた「なんですなああなたは宣告そのトンネルの口は一方は場外の延べに出るしまた一方はこの部屋へ来ているとおっしゃいましたな」と画白。がはく 三個の隠語さようそう申しましたトンネルの口はどこへも参いっておりません一方は場外にまた一方は確かにここへ来ていることだけは事実ですしかもその入り口を知っている者は誰一人いないのです私もどうかしてそれを見つけ出そうと多少苦心していますが 一向その糸口を得ません失われた記録によれば確かにこの島中から場外のある場所へ出られるはずなのですがただ出られるはずだということだけが分かっていてそれではどこからどういう方法によって抜け出られるのかはさらに分かっていません永久の秘密ですなこう言って主人デバン氏はまた葉巻を手にして 壁にかかった大鏡に自分の姿の映っているのを意味もなく見つめた来客らは極度に興味を激発されて主人の周りを取り巻いて質問の矢を放った主人はニヤリニヤリと笑いながら椅子に酔っていたがとうとうこう答えた「秘密の雲は永久に閉ざされてしまったのです」「世界中でそれを知っている者は誰一人ありません」 言い伝えによりますと、この秘密は最も高貴な、最も権力のある訓王から訓皇へと次々と駆除したものだということです。すなわち、その死ぬ時にあたって父から子へ、子から孫へと伝えたもので、いわば一子相伝の秘密であったのですな。しかるに、この古城の最後の主、 ジョフレイという人までは確かにそれが伝わった形跡があるんですがこのジョフレイは不幸にしてわずかに19歳という若年でもって担当大の露と消えたのですジョフレイが死ぬと同時にこのトンネルの秘密は永久に秘密として世に残ったのですけれどもですなその時からはもう数世紀を経過していることですから その間に誰かの手によってその秘密が暴かれようとしそうなものでしたがないやそれはもちろん幾度か企てられましたしかしながら全然無益でしたと心にくいほど落ち着いて主人が答えた私自身もこの城を買い取りましてから早速秘密の発見に取りかかりました果てはこの孤島の下まで掘らしてみました いや、わかりませんな。まるっきり手がかりを得ないのです。ここに注意すべきは、元来この孤島は四方を水をもって取り囲まれていることです。ですから本城へは橋を渡らなければ参られません。従ってトンネルは必ず古い堀の下を通っておらなければならないことです。国民図書館の写しによりますと、 トンネルの中には4つの階段が続いていてそれには四十八の段々がありその長さは約5軒余りにわたっているとありますそしてトンネルの全長はほぼ100軒ばかりだということが図面に記載されてあったと思いますこうは申しますもののこれはただ記録の講釈にすぎませんが秘密の抜け穴に関する一切の問題は この部屋の床下か天井かまたは辺りの壁の間かにあるのでございますそれもしかしこの私にはどうも守備よく秘密を探り出せそうにもありません全く手がかりがないのですか全くありませんこの時まで黙って聞いていたゲリス総長が主人に向かって「でばんンさん 前におっしゃった2つの文句を合わせて考えてみましたならばひょっとしてこれを聞くと主人は笑い出したここにおられる軍長さんは血統や系図などを詳しく調べていなさる方でその上記録も綿密に読んでいらっしゃるのですがこの方にさえわからないのです郡長さんは何事でもチベルメスニルにくっつけてみなくては承知しない人ですが このトンネルばかりはどうしてもわからないのですそれはそうかもしれませんがまあ無駄とおぼしめしてもう一遍我々にそれを詳しくお聞かせを願いますと総長がこうた。あなたはそれほどお聞きなさりたいとおっしゃるのですか熱望しますではお話しいたしましょう軍長さんの熱心なご調査によりますと ずっと昔フランスの2人の王様がこの秘密のトンネルの謎を解くべき鍵を握っていたということですフランスの2人の王様といいますとヘンリー4世とルイ16世とですといえばそれはどちらもフランスでは有名な王様ですなそしてその2人の王様が謎を解く鍵を握っていることが 軍長さんににお分かかりになりなましたかそればさそれは至って簡単なことですってと主人デバン氏が答えるかの有名なアルキーの戦争の二た月ほど前のことヘンリー4世が親しくこの城へ来て泊まったのですその時に当時この城の主であった江戸川公がその秘密をヘンリー4世に打ち明けたものです すると、その後に至って、ヘンリー四世はまた、自分の国王の大臣、修理にその話をしました。修理はさらに、これを、ものの本の中へ書き入れたのです。ところが、それは、隠語めいた、すこぶる返しがたい文句です。すなわち、次のような文句なのです。まず、あまねく点ずれば、米三字、白開いて、 人神に至るというのでございます来客一同は命めい,めいその謎の意味を考えてもするようにしばらくの間一号を発するものもなかったとバイモン画伯が不意にあざけるような笑いを浮かべて叫び出したああ何のこったこんな分かりきったことをバカバカしいいやあそこですって。 と主人の出番氏は画伯の言葉をどう取ったのかそれを押さえるような手つきをしていったそれがその郡長さんが主張するところで大臣の修理は自分の記録の意味を初期に悟られないようにというのでわざと言葉をひねってこういうふうに分かりにくいものにしたのだろうというのですなるほどうまく想像したもんですなと将校の一人が言う 実際ですな。ところで何がまずあまねく転ずればですかなとゲリス総城が不審の眉をひそめるそして人神に至るとは一体誰が神に至るのでしょうかと軍長が言うところでご主人ルイ十六世はどういうことを言っているのですかと画伯が聞いた。 ルイ16世は1784年中にこのチベルメスニル城へご登流になったのですそして例の有名な鉄の戸棚というのは画面という城前屋の口から漏れてずっと高い小屋根窓の上にあることが発見されたのですその中にはルイ14世五期室の紙切れが入っていたのですがその紙切れにはただチベルメスニル城 二の四の八と書いてあっただけです主人の言葉が終わるか終わらないうちにバイモン画伯はアハハハハ,ハと声高く笑い出しためめためた議団評会が8です一同はびっくりして画伯の顔を見たけれどもまだ何人にも謎は解けなかったのである ご勝手にお笑いなさいましバイモンさんと軍長はむしろやけ気味で言ったどう考えてもこの2個の言葉を合わせて考えなければわからないらしいがしかしとどうも思いつけられないなとだいぶん頭を悩ましている様子だったが到底ダメだと諦めをつけたらしくまあよろしい。 近々この謎を解いてくれる人がここへ見えることだからもちろん英国の名探偵聖夜ホロクロウ氏がその秘密を最初に発見するでしょうと主人のデバン氏は言いかけたがまた冗談が言ってみたくなったというように画伯の顔をちらりと流し目に見て「でなきゃフランスの強族リューバ・アンセンが宣弁をつけますよ」 ねえ、バイモンさんあなたは何とおぼしめしますかな画伯は立ち上がって主人デバン氏の肩を軽く叩いていったたった一つ肝心要なものだけは抜けていますけれどもとにかく私はあなたの御蔵書と国民図書館の写しとから解釈の鍵を供給されたことは事実ですことにあなたは それらのものを私に提供なさるのに十分ご親切であったことを深く感謝いたしますいやどういたしましてそのお礼では痛み入りますところでまずあまねく転ずれば米三次白開いてですからそして西が八ですからもう私はすっかり大仕事に取りかかれるというものです 誠にありがとうを存じますはははははいはいそれは近頃ご丁寧なご挨拶でが何ですかもう一刻の猶予もなくお取りかかりになりますかさよう一秒の躊躇もありませんご承知の通り私は今夜中にあなたのこの城を犯さなければなりませんすなわち 名探偵聖夜氏の到着以前に事を運ばなければならんと思いますからなははは、<laughs> いかにもいかにも時節到来というものですなすると私は自衛上あなたを当場内から追い出す必要がありますな渡米ですかははははは。<laughs> <laughs> そうですそしてその代わりに私は 今夜遅い汽車でここへ着く安藤氏夫妻並びに礼状を迎えることにいたしましょうよこう言って出番氏は将校らの方へ向き直った皆様ご迷惑ではございましょうが明日はごく粗末な昼飯を差し上げたいと存じますからどうかおいでを願いします明朝11時にはあなた方の連帯をもって当城を包囲され 直にとれれとを切に嘆願すす」る次第でございますと主人は士官らに話すというので特にその方の言葉を用いて彼らを招待したのである将校らは快く主人の招待を受けてここを辞し去ったやがて1台の自動車が主人デヴン氏とバイモン画伯斗を乗せて勢いよく古城から走り出したがしばらく行くと とべの付近でバイモンが白を下ろしておいて、主人は一人停車場の方へと自動車を買って行った。四、リューバーアンセントはそも何者。五条チベルメスニル城の持ち主デバンジョージ氏が。 天下の大龍馬安泉に似ていると言ってその来客の一人なる画家バイモン法陵にからかうのを受けてバイモン自身もあっぱれ龍馬安泉になりすましたような口ぶりでこれに応対したことは前回に説いた通りであるがしからばその大盗賊龍馬安泉とはいかなることをした男なのであろうかいかなる手段をもって裁かり進出鬼没の振る舞いをなし も天下の樹木を衝動したのであろうかまた先の来客の一人が同じく売イモン画伯にゆやってあなたが果たして龍馬安泉だとすれば例の「パリ通い」での記者中で大活劇を演じて間もなくこの海岸へ来たのですなと言ったのはどんな活劇を演じたのであろうかこれらについて少しくそのあらすじを述べておこうと思う リューバーアンセンはほとんど天性の盗賊といってもいい男であった彼はまだがんぜない子供の時においてすでに甚ははだ巧妙な手段によって某夫人の宝石を盗み取ったことがある彼は幼い時に父親を失って母親と共にある富裕な人の家の一室を借りて住んでいたのであるがその大家の夫人が貴重なる宝石を持っていることを知りある日そっと忍び入って 〈それを人知れず盗み去ったのである〉〈夫人の方では宝石の紛失によって大いに騒ぎ出し警察にも訴え探偵も頭脳を絞り犯人の捜査にも十分力を尽くしたけれどもどうしてもわからなかった〉〈それもそのはず〉〈宝石のしまってあった場所というのはただ一方口であってその一方口は〉 夫人と夫との部屋を通過せずにはどうしても行けないのであったもちろん夫人らの部屋を通って何人も宝石の入れてある戸棚へ近づかなかったことは夫人らの証言によって明白である宝石のあった部屋の紙壁も床板も天井も何の異常もないからそれらをうがって外から忍び入ったものでないことはこれまた何の疑いを挟む余地もないわけである夫人の家では かねてよりその一室を貸しておく家父があった家父にはまだほんの幼い一人の男の子があった他に誰も一緒に住んでいない夫人の家では事の順序として当然この家父にも一応の疑いはかかったけれどもそれはただ一応の疑いというのにとどまって決して目星をつけられたというような手重い種類のものではなかった目星をつけるには、 あああまりに相手が無能力ででったからである。家父は夫人の宝石の失われた前後の日において決して母屋へは来なかったいな覗いてもいなかったかつ家父とその子との住んでいる部屋は宝石の入れてあった部屋とは全く縁がないほど離れていたもっとも宝石の紛失した部屋の一方は窓であってその窓は少しばかりの間隔を置いて家父の窓と相対していた 一応の疑いではあるけれども家父に疑いがかけられたというのは実にこの窓と窓とが相対しているためであったしかし宝石の入れてあった部屋の窓は内側からピタリと錠が降りていてそれを内からも外からも開けられた形跡がない色々いろいろ調べた結果はこの窓を通じて忍び込んだものではないということに決定されたいわんや 何者かがこの窓を入ってきたとすれば必然家父の部屋を抜けてこなくてはならないのに全然そんなことはないのであるのみならず既に母屋の方の窓を誰もこじ開けたものがないというのであるからこの問題は家父の部屋の窓を感情に入れるまでもなく自然に消滅してしまうわけであるこういう理由のもとに夫人の宝石はついに行方不明になってしまった犯人は 永久にかからなかったのである。けれどもこの宝石をひそかに盗み取ったものは夫人の部屋の一室を借りて住んでいる家父の幼い一人息子の仕業であったのである彼は夫人の宝石の高価なことを知りまたその高価な宝石の蔵されている場所をもよく知っていたそこで幼い彼は 誰も自分の振る舞いに注意しているもののない時を伺って自分の部屋の窓から母屋の窓へと一枚の板を渡しそれを伝って宝石のしまってある部屋の窓へと達したそして彼はその小さい体をスルスルと窓の上へ運んで小窓へと上った小窓には下の窓と同じく小さいガラス戸があって固く鍵がかけられてあった 彼はあらかじめ用意して携えていった曲がった針金を小窓と窓枠の間へ差し入れてカチリとその鍵を外した小窓の戸はその真ん中で水平へ回転してちょうど彼の小さい体の潜れるだけの穴が開いたその穴から忍び込んで幼くして大胆なる彼は守備よく夫人の宝石を盗み去ったのであるしかし 夫人もその夫も警官も誰もまさかにこの年派もいかない少年が宝石を盗んだとは点で思わなかったいいな現在少年の母親なる家父さえ我が子の犯罪を夢にも知らなかったのであるこの恐るべき少年こそ果実天下の怪盗として名を轟かした龍馬安泉その人であるのだ すでに少年の時において核のごとき技量を有していた竜馬安泉は長ズルに従っていよいよその腕前を現した彼は数々の窃盗を働いてついに一度捕らわれて牢獄に投ぜられたが巧みに脱獄してしまったその時の彼の言い草が面白い私は決して悪運つきて捕らわれたのではないただ少し都合があって しばらく牢屋につながれていたのだ。牢屋にいる方が一身上甚ははだ便利なことがあったからちょいと入ってみたのだしかし今は出てもいい時期に達したから勝手に出ていくのだこう言って彼はさっさと牢屋から出て行ってしまったおよそ彼のやり口は極めて穏やかであって決して強奪したり血を流したりするようなことはしない 非常に巧妙な方法でもっってて盗み去ってそれを世間に発表するのを無情の愉快事と心得ているらしいだから彼の行動は非常な興味を持って世人に迎えられた次に話す物語などもその一例である豪語して牢屋から逃げ去った竜馬安泉はやがてある停車場から汽車に乗り込んだその車室の中には 夫人はその停車場で夫と別れを告げたじんををつけていかにならんよおい,いいいい。かかかにははなならら。よ。びるゃあ、こここで降りるから。こう言って彼女の夫は夫人に別れていった夫人はすでに窓の外へ出た夫にいま一度接吻して ハンケチを振ってプラットフォームを歩み去る夫に合図をしたそのうちに汽笛が鳴って汽車は動き出したちょうどその時「危ない危ない」と駅員の叫ぶのも耳にもかけず我々の車室のドアを引き開けて不意に飛び乗った一人の男がある夫人はしきりに手荷物などを整理していたがこれを見ると顔色を火えんばかりに驚いてぺたりと尻餅をついた 入ってきた男の要望なり態度なりは決して不快な風でも驚くべき様子でもなかったけれどもまたあまり感じのいい方では断じてなかったその顔は強い感じを与えた竜馬杏泉はどこかでこの顔を見たと思ったけれどもどこで見たのであったかはどうしても思い出せないただかつて見たことだけは確かであるような気がしてならなかった リューバーアンセンがふと夫人の顔を見ると夫人はほとんど顔色を失って真っ青になっていたそしてドギマギしている様子がありありと分かった夫人は自分のそばに座っている例の男を熱心に見つめている夫人とその男とは同じ長側に腰掛けていたのであった夫人の手はかすかに震えていたそして 手鞄をクッションの上に置いたり自分の膝の上へ乗っけたりしていた奥さん、んああなたはどこかか。か。悪いのじゃありまませんか窓でも開けましょうかと竜バは声をかけて慰めてやらずにはおられなかった夫人は一言もそれには答えなかったけれども目顔でもって「例の男に注意しろと」と私に知らした 車中の豪族例の男は龍馬と夫人の方を振り向いてじっと2人の様子を見つめていたがやがて自分の体を隅の方へ引っ込めて身動きもしない沈黙が続いた夫人はいかにも心配そうな顔をして龍馬の方へにじり寄りほとんど聞き取れないような声でこうささやいた「あなたは?」 あの男を誰だかご存知ですかいいえ誰ですかあの男は確かにあれですわ確かに何者のことをあなたは言っていらっしゃるのですかあれですよ龍馬安泉でございますよ夫人は辛うじてこれだけを言い終わると例の男をしげしげと見守った 男は帽子をぶかにかぶって鼻の辺りまで覆ってしまった顔を見られることを避けたのかまたは眠ろうとしてそうしたのかはわからないがとにかく男は顔を隠して隅の方に寄りかかっていた竜羽安泉は昨日20年の懲役刑に処するという欠席裁判を受けていますその男が今日抜けヌけと公衆の前に顔をさらして記者などに乗り込んでいるはずがありません とリューバは夫人の言葉に反対していったすると夫人は例の男にけどられないようにいよいよ声を潜めていいえ竜ーあんせんは確かにこの汽車に乗っているんです私の夫は天国を奉職いたしておりますしことに停車場で乗客係の者が確かに竜ーあんせんの切符を買うのを見届けたと申したんですですけれども すぐにその姿を見失ってしまったそうですそれで切符を切る時にも十分に注意したのですがどうしても分かりません多分機敏にプラットホームへ紛れ込んで私どもよりか10分間ばかり遅れてこの急行車へ乗り込んだろうということですではキャッツはすぐにひっ捕まりましょうからご安心なさい捕まりますって竜馬がどうしてどうして ご覧なさい、あれはきっと逃げてしまいますからじゃあ一向構わないじゃありませんかけれども逃げちまうまでの間にどんなことをされるか知れたものじゃありませんわどんなことをそそりゃかりゃわわ。かかか。ませんん誰にだって、れがわかるもんですと言って夫人はあくまで恐れおののいているので竜馬は言葉を尽くして夫人を慰めた。 安泉がもしこの急行車中に乗っているとしても彼は自分の身が危険であるから決して何事をもし出しはしないということを説いて聞かせたけれども夫人はやはりビクビクと怖がっているらしかったで2人の会話はそれきりになって龍馬は新聞を広げて自分に関する記事を見ていたそのうちに彼は恐ろしく眠気を催してきた すると夫人が心配して眠らないようにしていてくれと頼んだしかし彼はとうとう自ら制しきれなくなってついうとうととしていた悪夢に襲われたように感じて彼が目を覚ますと車室の隅にいた例の男がいつの間にか自分の上にのしかかってギューッと喉を閉めているのであるそして彼が抵抗しないのを見ると 例の男は龍馬の腕をぐるぐる巻きに縛ってしまった男は龍馬のポケットを探って手帳や金などをことごとく奪い取ってしまったけれども不思議にも夫人に対しては何らの危害をも加えずにただその手鞄を取り去っただけであったこれらの仕事をしてしまったから男は悠然とタバコなどをふかして収まっていたが列車が某駅を通過したと見るや否や 急に彼は立ち上がって窓から身を躍らしていずくともなく逃げ去ってしまったのである男がいなくなったのを見るとやっと人心地ついた夫人は竜馬の戒めを解こうとした竜馬はそれを止めて犯罪のありさまを警官に見せるためにそのままにしておいてくれと頼んだ警報器の縄を引きましょうかと夫人が言う今じゃそれも遅いです あいつが私に襲いかかった時ならまだしもでもあの時そんなことをしようもんなら私はあの男に殺されちまいますわと夫人は思い出してもゾッとするというように身震いをして私の申しましたとおりでしょう。私は一度写真であの男の顔を見たことがありますのよ私は宝石を取られてしまいましたわ 私があいつを捕らえてやりますから奥さん私に力を貸してください私どもが次の停車場へ着いたらあなたは窓の所へ出て大声で人を呼んでくださいそして警官や駅員が駆けつけてきましたらあなたがご覧になった全ての状態を簡単におっしゃってくださいそれからお忘れなく私の名をその人達に告げてください私の名はメラ・ギローと言います ようござんすか。メラギローですよ。あなたの夫の友人だとおっしゃったね。ええー、わかりました。メラギローさんですね。やがて列車が次の駅へ着くか着かないのに、夫人はもう大声にわめきたて始めた。その叫び声を聞きつけて、大勢の人々が室内へと入ってきた。リューバーンセンが私どもを襲ったのです。 私は宝石を盗まれままれした。私私はは天国の妻でございます。私はこの土地に知り合いで安田と申す警察署に関係のある人を存じておりますんですがそう言っているところへちょうどその安田が現れてきて丁寧に夫人を迎えた夫人は泣きながら彼に事情を打ち上げているそうですわ竜馬安泉がいたんですわ この方はお気の毒にこんなに縛られなすったんです眠っていらっしゃるところをいきなり喉を閉めてこの方はメラさんとおっしゃって夫のお友達の方なのですそしてリューバーアンセンはどうしました記者がちょうどトンネルへ来かかった時に窓から飛び降りて逃げていってしまいました奥さんあなたは確かにそのものをリューバーアンセンだとお認めになったのですか それは確かにそう認めたのですとも私は以前にあれを見ておりますからねと書くするうちに警官らは竜馬の縛られている縄をほどいたそこで彼はわざと震え声で所長に言ったあれは疑いもなく竜馬安ンです少しも怪しむ余地はありませんあなたがすぐに後を追いになればきっと彼を捕らえることができますそれについては 失礼ながら私も腕貸しをいたしましょうリューバらは警官と共にプラットホームへ集まった見物人の中をかき分けて一応警察署へと伴われていかれたその時リュー馬は再び言った所長ぐずぐずしているうちにリューバア馬セ泉はどんどん逃げていってしまいます私の自動車は停車場前の広場で私たちを待っていることですからあなたのお許しさえ出れば 私はすぐに彼の後を追跡しますが所長は微笑を含んでいやそれはよろしいお考えですじゃがすでに我々の方ではその手配をしましたじゃ彼の後は部下のものを追わせてありますおお、そうですか二人の刑事に自転車によって追わせました今少し前にですが どの方面へですか。トンネルの入り口へ二人の刑事はそこで何らかの手がかりを得て必ず龍馬安泉の後を追うに違いありません所長の言葉を聞くと龍馬安泉は思わず肩をそびやかした。 2人の刑事はおそらく何らの手がかりも証拠もつかみえますまいとはまたなぜにな竜馬安泉も去るものですからトンネル辺りで人に見つかるようなヘマなことはいたしますまい多分あの付近の一番近い道を逃げていったに違いありませんしかしやつはルーンに向かって逃げていくでしょうからい,いえ ルーアンには向かいますまいよ多分この辺りに寄りましょうよそうするとどこに隠れちょるじゃろうという見込みかねリ竜バは懐中時計を引き出してみたさよう彼は今頃ちょうど種田駅辺りへ差し掛かっていましょうよそして次の汽車で行こうというのですあんたはどうしてそれが分かりますな それははわかるはずです。車室の中で龍馬温泉がしきりに私の旅行案内を見ていましたそして種田駅で泊まる汽車の時間を熱心に研究していた様子ですからこう言ったので所長は非常に驚いて相手の顔をつくづくと見た龍馬の方ではもしか自分の顔を写真によって知っていられて化けの皮を引き剥がされはしないかとひどく気が揉めた が、彼は大胆に構えて、ことさらに笑ってみせた。こういうふうに私が彼の挙動に注意しましたのも、実は私は貴重な手帳を取られておりますから、どうかそれを取り返したいと思うためです。もしあなたが部下の方を二人ほど私に貸してくだされば、私はきっと…すると、綾の天国夫人が不意に所長に向かって嘆願した。 所長さん、お願いですから、どうかメラさんのおっしゃることを聞いてあげてくださいまし。夫人のこの言葉によって、リューバー・ンセンはメラ何がしとして立派に所長らに信ぜられてしまった。その上所長は彼の要求を入れて自分の二人の部下を彼に与え、わざわざ自動車のところまで彼を送ってきた。運転手はじきにハンドルを握った。 そして数秒の後には停車場を後にしてまっしぐらに走り出したのである竜馬あんせんのメラ以下を乗せた自動車は全速力で走った野も林も流れるごとく自動車の窓をかすめて飛んだ竜馬あんせんが竜馬あんせんを追うのであるそして所長の命に従って2人の刑事は彼を助けるのである 天下の怪事と言わざるを得ぬではないか彼らの飛ぶような速い自動車が種田駅に達したのは汽車が出てから3分の後であった彼らは地段だを踏んで悔しがった刑事の一人はとてもこれから先は追いつきがたかろうと危ぶんだなぜだといえば偽竜馬が乗って逃げたのは急行列車であったからであるけれども 偽竜馬の逃げ去った方角と汽車と自動車との速力などを考え合わせてメラノ竜馬温泉はまたまた汽車の後を追うことにした3分前にこの駅を立った急行車が次に停車する駅までは14マイル半ばかりあった14マイル半の道のりはこの自動車で全力をあげれば20分足らずで行かれるそうすれば十分に追いつきえるのである 彼らの自動車は再び快速力を出して飛び去った龍馬の目算通り彼の自動車はとうとうに急行車に追いついたここにおいて汽車と自動車の競争が始まったのであるしかし自動車は見事に打ち勝ってその急行車が次の駅に止まった時に1秒も遅れずに同じくそこへ到着したのである 彼らじきにプラットホームへと入っていったけれども目指す男は影も形もなかった車室の中もくまなく探してみたがやはりいないだんだん調べてみると駅員の一人はこの停車場から2丁ばかり手前でひらりと汽車から飛び降りた男のあることを認めたというそれそれそれに違いないあっ見たまえ ああそこへ行くものがある。小高いところから野の方を眺めて龍馬がこう言ったそして彼は直期さま自動車の方へ飛んで行った2人の刑事も彼に続いた自動車は間もなく遠くの方を急いで行くその男の姿を認めたが彼の方でも自動車を見た彼は急いで坂を上がっていったがやがて あまり大きくない森の影に隠れてしまったメラの竜馬はその社のところへ達すると君は森の右手の方にいてくれたまえそれから君は左手の方を警戒していてくれたまえそして決して各自の位置を動かないようにしてくれたまえもし気球の場合には私がピストルを放つから竜馬はこう言って 森の左右に2人のケージを残しておいて自分は森の奥へと進んでいった抜き足差し足で音をしのんでだんだん奥へ入っていくとそこに1個の小屋があった閉めた。この中ににあいつはいるに違いない。つはる違なと竜馬は小躍りしながらそーっと小屋の戸口へと伺いよって中をのぞいてみた。 小屋の戸は開け放ってあったから中を覗くにはあつらえ向きであった見ると例の男は入り口の方へ背を向けて何かしている龍馬汗泉は何の猶予もなくその男に飛びかかった男は抵抗する隙もなくもろくも龍馬汗泉のために取って抑えられたおいジタバタしないで俺の言うことを聞きねえ と龍馬は低い声でその男の耳にささやいた俺は龍馬ンセンだ貴様の盗んだ俺の手帳と夫人の高番をごたごた言わずにすぐ返せそうすりゃ貴様を警官に渡すのを許してやった上に俺たちの仲間へ入れてやるおいどうだ田舎王か男は一も二もなく承知した そこで竜馬は彼を引き起こしてやると彼はポケットを探って大きなナイフを取り出し不意に竜馬に切ってかかった「えい味なまねをしやがるない!と」と竜馬はたちまちナイフをたたき落としてその男を厳しく縛り上げてしまったそして彼のポケットから自分の奪われた手帳と銀行の小切手とを取り返した 同じく彼のポケットから出た名刺によってみるとこの男は恩田平吉という前科数販の教族で殺人強盗として有名な男であったリューバー・アンセンはこの男を縛ったまま小屋の真ん中に転がしておき200フランの金を床板の上へ置いてそれに左の通りの書き付けを添えた「我を助けて共に働きくれたる 二刑事君の牢を報いるために竜馬安泉それから綾野天国夫人の手帳をもそのそばに置いたこれらのことを終えると竜馬安泉は一国の猶予もなく二刑事の守っていない別の道を通っていずれともなく姿を消してしまったのであるその日の午後4時に竜馬安泉は突然ルーアンに現れて パリの友人らへこの事件の顛末を電報で知らせてやっただから次の朝の新聞には竜馬安泉が車中で自分を襲った大豪族恩田平吉を二刑事の援助のもとに守備よく捉え天国夫人の宝石を取り返したという記事が載った竜馬安泉がパリがよいの列車の中で大活撃を演じたといわれるのはこの事件であった そして彼はこの事件のあったあと間もなく海の絵専門の画家バイモン・ホウリョウと変名して古城チベルメスニルへと入り込んだのである七、7. 古城の深夜話は元へ戻る古城の持ち主デバン氏の友人夫妻とその娘とは 夜半に停車場へ着いた。出迎えの自動車は午後11時半過ぎにチベルメスニル城の門をくぐったそして午前1時に客までざっとした晩餐を寄せらされた後主客ともに各自寝床へと引き取った部屋部屋の明かは一つ一つ息を引き取るように消されてしまった深い深い沈黙が 真っ暗な古城の闇を漁したしかしやがて月の光が雲の間から昇って窓窓を通して古城の部屋の中を照らし出したがそれも束の間でたちまち厚い雲の影に覆われてしまった闇は再び辺りに満ちた闇が広がると同時に沈黙もくまなく広がったただ時折 食類のわずかなひしめきと古城壁をめぐる青々とした水の中に立つ和紙のそよぐともなきそよぎとがこの劇石とした静けさを破るのみであった城内の時計は悔やみなくチクタクと動いていたチンチンと虹を打ったそして重苦しいほど静かな真夜中をセコンドの音が忙しげに たんにでいったやがて3時がなったこの時不意になんだかかすかな音がいずくからともなく響いたその音というのはちょうど汽車が過ぎ去ったあとでシグナルの腕がカタリと落ちたような音であったと糸筋のように細い光がちらりと。 古城ののの部屋の中を端端から端へと電光のように流れた。その光たるや初夏のハフの真正面にある柱の真ん中の溝から発したのである最初は彼方の壁上へさながらくるくると円を描くように光ったが次には暗闇を休みなき目が探り回るようにあちらこちらへ漂ったかと思うとふと消えてしまう。 さらに今一度光ったと見る間に初夏の一面は軸の上で回転されて穴ぐらのような大きな口がポカンと開いたその口から一人の男が出てきた彼は懐中電灯をピカリピカリと光らしているそれに続いて次々と幾人もの男が出てきたが各自手に 針金だの縄だのその他種々の獲物を携えている最初に出た男は室内を見回してじっと聞き耳を立てていたがおい仲間を呼べと命じたするとたちまち8人の仲間の者が地下のトンネルの中から出てきたいずれも一癖ありげな顔つきをした筋骨たくましい男どもであった 彼らはじきに家財を担ぎ出し始めたしかし決して彼らはぐずぐずしてはいなかったリューバ馬安泉はそれらの家財を一つ一つより分けた大きさとか出来のよしやしによって彼は持っていけとかそのまま捨てておけとか部下に命令を下したこいつを持っていってくれそうすると仲間の者らは必死となって それをポカンと湧いているトンネルの中へどしどし運び込んだかくして家財道具の多くはことごとく地の底へ持ち去られたのである椅子の数々帳の種々花形牢台その他あらゆる品々時々龍馬安泉は大きな菓子の箱とか素敵もない立派な絵の前に立ち止まってため息を漏らすのである これは重すすぎぎるてあまり大きすぎてななんとも手のつけようがない。そして彼は常に熟練した検閲を続けた40分間の後には安泉流の言葉で言う掃除がすっかり終わったそして全てこれらのことが一糸乱れず整然と成し遂げられたのだから驚くではないか 彼らはこれほどのものを運ぶのにかたりと音一つさせなかったのであるもっとも手から手へ渡す時には品物をいちいち綿紙できちんとまきはしたのであるけれどもそれにしたところでさすがにもの慣れた彼らの振る舞いは称賛に値するではないか全てを運び終わった時に一番しまいの男が出ていこうとすると竜馬汗船はその男に言った「おい もうここへ帰ってこなくていいよ分かってるね荷物を自動貨車に積んでしまったら例の国葬へ持って行っておくんだよ例、あなたはどうなさるんだぞ。俺には自動自転車を置いてってくれればいいやその男が出て行ってしまうとリューバーアン安泉は初夏の片一方の空いている口を閉じて家財を運び出すために踏みつけられた足跡などを 念を入れて消したそしてそれが済むと彼はカーテンを上げて廊下へと出ていったそこはこの孤島から城へと通う道になっていたのだ廊下の中ほどのところに一つのガラス戸棚が建っていたその戸棚のあるばかりで龍馬安泉はこの仕事を企てたのであったガラス戸棚の中には たぐいまれなる懐中時計や鍵タバコ箱や指輪や婦人の帯鎖や優れた画工の手になったミニチュアなどがぎっしりと入れてあったのである彼は短い金手こでもって戸棚の鍵をこじ開けた産卵目を奪う金銀細工の品々高価な精密な美術品のいいがたき快い手触り 彼はほとんど我を忘れれて見惚れるばかりであった。彼は自分の首から大きなカンバスの袋を吊るしていたそれはこれらの思い儲けぬ獲物を入れるために彼によって工夫されたものであったその袋はたちまちにいっぱいになってしまった彼のジャケツのポケットもチョッキのポケットもズボンのポケットもぎゅうぎゅうと詰め込まれた彼は 網袋に入っている心情は自分の左の手へかけたそれは昔の人の愛したものであってまた今日我々が熱心に探し求めても容易に得られない種類のものであったこの時竜馬半戦はわずかな物音を聞きつけた彼は聞き耳を立てたそれは空耳ではなかった物音はだんだんはっきりとなってきた ああそうだったと竜馬安泉はふと思い出したこの廊下の端には今まで誰もいなかった部屋へ降りるはしご団があったのだそれが今夜はこの古城の持ち主デバン氏の友人である安藤氏の礼状がその部屋に寝ているのであったデバン氏は友人を迎えるために昼間戸部の方へも行ったのである 彼は大急ぎでランタンのバネをひねってそれを消してしまったそして自分の身を窓のくぼみのところへ隠れる隙もなくはしご段の上の戸がさっと開いて廊下にかすかな光が流れた龍馬は幕の陰に半ば身を隠していたから見えないけれどもなんだか誰かがそっとはしご段の上へ出てきたように思った「こっちへ来なければいいがな」 彼は心の内で念じた。それにもかかわらず足音は次第に近づいたと思うとあっと叫ぶ声がした開かれているガラス戸棚を見たに違いないそして中の品物の散々にかき荒らされているのを発見したに違いない龍馬安泉は幕の陰に隠れていながら近づいた人の夫人であるということは そのにおいによって知ることができた夫人の着物は竜馬の潜んでいる膜にほとんどスレスレであった彼は夫人の心臓の鼓動をさえ聞き分け得るくらいであった夫人はたちまち竜馬の在りかを嗅ぎつけてしまうにそういない手を伸ばせば届くほど近いところに竜馬は隠れているのである 夫人がちょいと後ろを向いて闇の中を探り手でもしたら彼はじきに捕まってしまうのである女はきっと驚いたなり引き返していくだろうそうだ飛んで帰っていくに決まっていると彼は心で考えたしかるに夫人は引き返してはいかなかったしっかりと握りしめているろうそくが 夫人の手の上であちこちへ振られた夫人はじっと辺りを見回してしばらくためらうようにたたずんでいたそして驚くべき静けさに耳を傾けて何者かの響きを聞き出そうとしているらしく見えたがつと寄って幕を引きめくったリューバーアンセンは夫人と目を見合わせた彼はドギマギしながら つぶやくように言ったあなたですかあなたですか安藤さんのご霊場ですか 8. 思いがけぬ開口。今リューバン安泉がぐうぜんに開校した夫人は彼が片時も忘れなかった安藤百合子城であった 子城はかつて龍馬がアメリカ航路の戦中において恋した最初の夫人であったこの夫人のために彼は汽船の上から大海の真っただ中へ残部とばかりに飛び込んだことさえあるそして牢獄にとらわれている間にも彼の夢はこの夫人の上に通って悲しいにつけうれしいにつけ常に思い出していたのであるその安藤百合子城が 今しもいいがけず自分ののに立っているるであるしかもこの時この場合我が恋人は恥ずべき自分の素性を一目のもとに知り得てきっと自分の顔を見つめてたたずんでいるのである思いがけると言おうか偶然と言おうかそれにしてもあまりに皮肉な開口ではある2人は事の意外さにまず驚かされて なんと言うべき言葉もなくただ夢見る人のごとくまたは催眠術にでもかかった人のごとくぼうぜんとして相対していた百合子城はあまりに高ぶった感情のためにふらふらとして椅子の上へ倒れかかった龍馬はやはり百合子城の前を身動きもせずにじっと立っていただんだん時は過ぎていった龍馬は 自分の現在のありさまを明瞭と意識するまでに落ち着いてきた今彼は何をなさねばならぬのであろうか自分の腕には天下の珍品がかけられてある自分のポケットにはむさぼり取った獲物が満ち満ちている自分の首にかけたカンバスの袋の中にははち切れるほどの貴重品がいっぱい詰め込まれている これが先決問題であらねばならぬ非常に混乱した心持ちが彼に打ち勝ったそして自分が現在何を成しつつあったかを知るというと彼はカッと赤くなったああなんという癒しむべき行為であろうこれからのち百合子城は果たして自分をどう思うであろう自分は盗賊である 他人のポケットへ手を差し入れる恐ろしい人間である夜中戸締まりをこじ開けて他人の家へ断りもなく入ってくる大胆不敵なく者であるさすがの凶族龍馬半戦ももんもんの状に絶えないものと見えて懐中時計は彼の手からパタリと絨毯の上へ落ちたとそれに続いて他の品々もバラバラと落ち去った 彼はもうそれらのものを持っていることはどうしても心がとがめてできないのである彼は心を決したように彼は椅子の上へ彼の獲物を置いたポケットを空にしガフの袋を逆さにしてことごとく奪い去った品々をそこへ返したのであるそれで初めて彼は ユリコ城の面前に立っても安心していられるようにすがすがしい気持ちになって彼女の方へ歩み寄った彼は嬢に話しかけようとしたのであるが嬢はすっと身を引き急に立ち上がって驚きに捉らえられていながらも奉蔵の方へ走っていった奉蔵の幕はたちまち百合子城の姿を隠してしまった龍馬半戦もその後ろから嬢に続いていった ジョーはそこに立ち止まっていちごもなくブルブルと身を震わしていたジョーの目はさんざんに荒らされた部屋の光景を情けなげに見つめていたのであるこれを見ると竜馬は一刻もちゅうちょせずにジョーに向かっていった明日の午後3時にはすっかりお返しいたします残らずここへ運ばせますから 小僧は何らの答えをもしなかった竜馬はなおも言葉を継いで明日の3時には必ず私はあなたに誓いますきっとです明日の午後3時にはきっとお返しいたします私は固く誓いますどうかそのお持めしで 長い長い沈黙が続いた沈黙は重苦しく2人を圧した竜馬はそれをあえて破ろうとも企てないジョーの思惑を考えると彼の神経はたまらなく苦しくなってくるとうとう彼は静かに何も言わずにそっとジョーのそばから遠ざかったそして こう中に考えた。ゆり子さんはきっとあちらへ行くに違いないもうあちらへ行ってしまっても差し支えないと思うに違いないそして俺のことを別段怖がってはいないに違いないところがゆり子城は不意に手を挙げてつぶやいた「お聞きなさい足音がします」 誰かこちらへ来るようですから。龍馬は驚いて百合子城を眺めた。城はその身辺に非常な危険が近づいたかのごとく、はなはなしく慌てている様子である。私には何も聞こえませんね。また、たとえ誰がここに来ようとも。とリ龍バは落ち着き払って答えた。なぜあなたは逃げないんですか。さあ、 早くお逃げなさい。と嬢は無性にせき立っている。逃げる？なぜですか？い,いえ、逃げなきゃいけません。逃げなきゃいけません。ここにいてはいけません。こう言って女王は幕の外へ体を突き出した。そしてじっと廊下の方へ耳を傾けた。けれども。 誰も気はしなかったおそらくジョーの耳のゆえであったのだろうジョーはそのままそこにたたずんでいたがやっと安心したようにこちらを振り向いたリューバーアンセンはこの時消えるように部屋を出ていってしまった9送り返された財宝 ジベルメスニル城が盗賊に襲われて放造内の貴重品および家財の類をことごとく盗み去られたことが発見されたきに古城の持ち主デバン氏の頭に響いたのは昨日バイモン画伯の口から聞いた言葉であった必然彼の疑いは画伯にかからざるを得なかったそうだこれはバイモンの仕事だわいそしてバイモンの龍馬安泉に違いない リューバ安泉でなくて誰だもんかとデヴン氏は自分で自分の心に言ったこの盗賊をバイ梅門画伯の仕業としそしてバイモンをリューバ馬安泉だとすれば一切の解釈がつくそうすれば要望の似ていることも今日名探偵聖夜ホロクロウ氏がこの城へ着くのを知っていち早く忍び込んだことも 秘密の抜け穴の謎をたやすく解いてそれを利用したらしいことも全てが明瞭になってくるのであるとはいえこれはいわばデバン氏一個の考えである。だから確かにそうだとはもとより断言できないその上ここに一つの疑問はマイモン画伯は自分のいとこの親しいクラブの友達で事に有名な画家であることである この身元の確かな梅門画伯が龍馬安線であるべきはずもないようでもあるいや梅門画伯は確かに龍馬ではあるまい画家が天下の大盗賊そんなわけはあるべきでないけれどもしかしなんとなく疑えば疑えぬ節がないでもないデヴン氏はすこぶる迷わざるを得なかっただから 東南の方を得て早速やってきた憲兵の軍曹らに対してもデバン氏は決してそんな推測は一言も漏らさなかったチベルメスニル城のその技というものは一方ならぬ大騒ぎであった憲兵も来る駐在巡査も駆けつける戸辺からは警察署長が飛んでくるという未曽有の騒動が始まった付近の住民などは我も我もと城の周囲へ集まってきて さながら門前市をなす有様であったその中に演習中の連隊の兵が来たので銃剣の光や武具の触れ合う響きなどで縁として一辺の絵画を見るような光景となった最初は何らの手がかりもつかなかった窓という窓はちっとも壊されていないし戸はみんなピシリと閉まっていてこじ開けられた封も外された形跡もなかった とすれば一体家財道具やその他はどこから運び出されたのだろう甚ははだ不審であるこれは何でも人の知らない秘密の入り口から入ってきて秘密の出口から出ていったものに相いないさらに不思議なことには足跡一つ残っていず壁に手形の影すらついてはいないことであるそれから全く思いもうけぬことが一つある それはどうしても竜馬安泉のやりそうな奇想天外な手口であるかの有名な16世紀の記録が元の書家の上にちゃんと収められていることであるそればかりでなく国民図書館で失われたというその写しまでが添えてあるのだ11時になると将校たちがやってきた主人の出番氏は喜んでそれを出迎えた 氏は昨夜の盗難について心配そうな顔一つ見せない氏の信頼はそんなことくらいでびくともするものではなかったのである氏の友人安藤氏夫妻とその令嬢百合子城もまたその部屋から出てきたそして将校たちに紹介された昨日招待された客はみんな集まったがただ一人梅門画伯の姿が見えない 彼は果たして来ないのであろうか。来ないとすればデバン氏の推測は当たるのである少なくとも彼に対するデバン氏の嫌疑はいよいよ増すのであるしかし11時を打つとバイモン画伯はひょっくりと現れてきた「ようとうとうやってこられましたな」とデバン氏が叫んだ。 遅くなりましたかなえー、ええー、遅いことはありませんがなんせ少しごたごたのわったアドレスからあなたも定めてお聞きお呼びでしょうけれどもほう何事がありましたか昨夜あなたが当城へ忍び込んだという事件ですよはははは、<laughs> <laughs> 何をおっしゃることやら ええ、実際ですあなたが忍び込んだんですところであなたは安藤百合子城にあなたの手を貸してあげてくださいさあお昼にご案内いたしましょう百合子さんどうぞいらしてください龍馬安泉は百合子城の様子を見ると面食らったように立ち止まったが不意に思いついたようにとにかくもちろん あなたはかつて竜馬安泉と同じ船に乗り合わせなすったそうですね彼がまだ逮捕されない以前にであなたは私が彼に似ているのを見て驚いていらっしゃるのでしょうそうでございましょう百合子城は答えなかったバイモン画伯は微笑みながら城の前に立った画伯は城と向かって頭を下げたので城は彼の腕を取った すると画伯は女王を導いて席につかしめ自分もその前に座った食事の間話は竜ーあんせんのことや盗み去られた財宝のことや秘密のトンネルのことや聖夜ほろ苦労氏のことのみで持ちきっていたけれどもふと他の話題が和頭に上るとバイモン画伯もそれに混ざった彼の様子は時に大いに真面目にむっつりとしていた そして時に大いに雄弁であり基地縦横であったただ彼の話はいつも百合子城の興味を引行う行と努めていたことは明らかであったのだがそれにもかかわらず嬢は何事か深い思惑にふけっているらしく一向彼の談話に耳を傾けている様子は見えなかった食事のコーヒーは庭やフランス風の花園の見える城の前で供された 連隊の軍楽隊が芝生の上や百姓らの集まっている中を練って歩いたそのその間も百合子城は龍馬杏仙が昨夜約束した言葉を考えていた午後3時には必ず一切のものを返します私は固くあなたに誓います午後3時ああ3時までにはもはや20分を余すのみである ゆり小僧は時計の針を見バイモンの顔を見たけれども画伯は落ち着き払ったものでゆり椅子の上に悠然と座ってのんきそうに体を揺すぶっていた3時にはもはや10分しかない5分しかなくなった一種の待ち遠しさに似た感情が激しい苦痛に混ざってゆり小僧をもだえさせた こんなに人のの集まっている城の中へどうしてやすやすと盗んでいった荷物を返しに来られるだろうか誰も彼も注意深い目をして今日の出来事を見つめているこの場合に警察署長をはじめ鵜の目鷹の目で何かの手がかりを探し出そう探し出そうと一生懸命になっているこの最中に果たしてどこから荷物を運び返そうとするのであろうか。 よしそれは返しに来るとしても約束の3時にきっちり持ってくることができようかしかし龍馬安泉は立派に午後3時には返しますと誓ったあの人はきっと誓った通りに返すに違いないジョーは心に固く信じたどういうわけかは自分にもわからないがなんとなくそう信ぜずにはおられなかったのだ ああ、三次は打ったチンとまず最初の一つがなったチン次の一つがなったチンとうとう3つ打ち切ったバイモン画伯は懐中時計を引き出してみたそしてさらに掛け時計を見て自分の時計をポケットへしまった 数分間は経過したこの時群衆は急にざわめいてきた見れば彼らは今しも古城の門を入ってくる2両の車のために道を開いたのである2両の車は各2頭ずつの馬によって引かれていた車は城内へ引き入れられて階段の下へ来てピタリと止まったいずれも連帯の食料運搬車である車が止まると 前の車の上から一人の特務総長が飛び降りてデバン氏の夫人に面会を求めたこれを見た夫のデバン氏は慌ただしく階段を走り下っていった丁寧にひおいをかけられた下には失われたと思った自分の絵画や家具類や美術品などが満載されてあった特務総長は不審がって彼の周囲に集まってきた人々の問いに答えてこう答えた 彼は今朝伝令使いから命令を受けたのであるその命令書によるとありき森の四つ筋にたくさんの家財道具が積んであるからこれを今日3時までにチベルメスニル城の持ち主であるデバン夫人のもとへ持っていけというのであった無論その命令は伝令室で与えられたそしてその命令書にはボーベ大佐の捺印があったありきの森へ行ってみますと なるほどその通りこの荷物が四つ筋に置いてありましたと特務は付け加えていったしっかりと荷造りがして草の上に置いてありました私も驚きましたがしかし命令は十分明瞭ですからここへ持ってまいりました将校の一人は不審の眉を潜めながら命令書を調べてみたなるほど特務総長の言うとおり立派にボーベ大佐の院が押されている けれどもその院は二千院であった荷物は車から取り下ろされ室内へと運ばれたこの騒ぎの間百合子城は一人つくねんと平場の端に残されていた城は打ち沈んで物案じ顔をしていた城の頭脳の中はどっちつかずの極めてぼんやりとした考えに満たされていたのであったそこへ にが姿を現した。ジョーはむしろ彼に顔が合わしたくなかったしかし一方は欄干でありまた一方は主樹の干木だの竹だの柑橘類だのの鉢物がずらりと並べてあるので今画伯がこちらへ向かってくる方より他に行き場はないのであるジョーは先肩つきたように身動きをせずにいた漏れ来る日の光は ジョのの金髪の上で震えていた。竹の葉は弱々しくそよぐ画白の声は静かにジョーの耳に響いた昨日のお約束は果たしましたよ天下の凶族龍馬安泉はジョーのそばに立っているのであるしかも近辺にはジョーと彼のほかに誰一人いない彼はさらに繰り返していった ためらいがちな様子と遠慮がちな声で、私は立派に昨日のお約束を果たしましたよ。こういった彼は明らかにジョーからの礼の言葉を言ってもらいたいらしかった。けれどもジョーはついに一言も口を開かなかった。十。 ほろほろと散る薔薇一輪百合湖嬢のこの沈黙は龍馬温泉にとってはさながら自分をあざけられているようで彼の心をは,なはらしく激せしめた同時に彼は自分と湖嬢との間には非常な溝ができてしまったことを思わずにはいられなかったジョーは自分の正体をことごとく見抜いてしまったのである 彼はあえてこの縁を注ごうかと思った。またいっそ身を投げ出してこれまでの罪の許しをこうかとも考えたいやいや自分は今ジョーが思っているよりはもっと大胆でもっと大した素晴らしい有様にあるのだということを説明しようかとも思ったしかしこういう考えを言葉に表さないうちに声は途中で消えてしまったそんなことを言うのは 彼にとっていかにも不合理千番なことであり似合わしからぬことであると気づいたのだ彼はこの時悠然として胸の底に湧き上がる思い出に襲われた親しげに彼はつぶやくのであるああもはや遠い遠い昔になってしまった百合子さんあなたはあの船の上のことをお思い出しになりますかまあお待ちなさい あの時あなたは一輪のバラの花を持っていらしたちょうど今日そこに持っておいでのような色を失った花でした私はあの時その花をくださいと申しましたがあなたは一向それをお聞き入れなさりそうにはありませんでしたけれどもあなたが下の泉室へいらした後で私はその花を見つけました言うまでもなく あなたたが大年なすったのです私はそれを長い間保存しておきましたジョーはなおも返事をしなかったジョーとの間はいよいよ遠いように思われた彼は言い続けるあの好もしかった日のことを思って今あなたが知った全てを忘れてください私を昨夜あなたがお会いなすった男だとおぼしめさずに かつてアメリカ行きの船であった同船者だと思ってください。お願いです。一瞬間でようございますから、ぜひあなたの目を私に向けてください。お願いです。ああ、私は、あの時の男と同一人でございましょうか。ジョーは言われるがままに目を上げて彼の方を見た。と、何も言わずに、男の右の手にはめられている指輪の上に、 その華奢な指を置いた内側を向けてはめられているその指輪はわずかに宝玉を抱く留め金が見えるばかりではあるけれども立派なルビーがちらとのぞけた竜馬安泉はさっと真っ赤になったその指輪はデ番ァン氏のものであったのだご推察の通りですとリューバ馬ーが言った争われないものです 安泉ーーンンはやはり竜馬安泉に相違ありません同様に私とあなたとの間の思い出も決して消えはいたしません何とぞお許しください私がこうしてあなたのそばにいることはあなたにとって一種の迫害であることを悟りましたこう言って彼はジョーのために道を開いたジョーは手すりに沿って 彼の前をっっていた。竜馬は愛を請うべくジョーを引き留めようかと考えたがいやいやと思い直したただ去りゆくジョーの後ろ姿をじっと見守ってたたずんだちょうどかつて彼らの船がニューヨークに着いた時に原門のかなたに消え去るジョーの姿を熱心に見つめて立った時のようにジョーは 城の戸口の方へと階段を上って行ってたそして次の瞬間にはその優しい姿が入り口の部屋の大理石の前を現れてそれきり見えなくなってしまった雲が日光を覆って辺りが陰ったリューバ馬ー岩線は庭の砂の上に記された城の小さい足跡をじっと見入ったまま身動きもせずにそこに佇たずんでいた が、ふいに彼は前へつかつかと進んだ竹の鉢植えの端の方に一輪のバラの花が捨ててあるそこには言うまでもなく百合子城が立っていたのであるああ潮蓮とする時色の一輪それは疑いもなく城の手から落とされたものであるけれども有意か無意か竜馬はじかにそれを拾い上げた ホロホロと花びらが散る彼はそれを一枚一枚に拾った悲しい悲しい片見であったけれどもさあもう俺はここに泊まっている必要がなくなった隠れ家に引き上げようせいやホロクロウ氏がここへ来ちゃもうぐずついてはいられないと彼は自分で自分の心に言った公園地の方には人々がたくさん集まっていたし また門のところには憲兵らが番小屋の中に詰めていたそこで彼は藪の中へ飛び込み城壁をよじ登って停車場の方への近道をとったそれはうねうねと野中を走っている小道であった10分ばかり歩いてきたと思うと彼はお山が両方から迫ってきている間の小道へ出た恐ろしく狭い道であるそこで彼はこちらへ向かって進んでくる 人人の人に出会った。その人というのは五十格好の働き盛りの風刺さっそうたる異常部であった顔を小ざっぱりと反りつけた衣服の着こなしにも外国人であることは一見して分かったふとやかなステッキを携え肩から旅行用の袋をぶら下げている2人は何気なくすれ違った すると外国人と見える男はほとんど聞き分けがたいほどの英国なまりで竜馬に聞いた少々お尋ね申しますがお城へ行きますにはまっすぐに行ってよろしゅうございましょうかああそれでよろしゅうございますこれをどこまでもまっすぐにいらっしゃって城の壁に突き当たりましたならば今度は左の方へお曲がりなさい皆さんがお待ちかねですよ とリューバ馬ーが答えたほほういやあなたのおいでのことは昨夜デヴァン氏に承って存じておりますはは <laughs> それはおそらく何かの間違いではありませんか私は誰よりも先にあなたにお目にかかったことを名誉に心得ます名探偵聖也氏を心から称賛する者は 私を置いておそらく他にはありますまいと思いますから彼の言葉の調子には軽い皮肉が含んでいたしかしすぐ彼は自分の軽はずみを悔いたのであるなぜかというと聖也氏は足のつま先から頭のてっぺんまで自分の姿を見上げ見下ろし立ちどころにすっかり見抜いてしまったような刺すような鋭い目を浴びせかけられたからである この虚のごとき眼光にあって彼はさながら精密な写真機械によって自分の要望を撮影されたよりはより気味悪く感じ取り返しのつかない飛んだことをされてしまったように思った彼はひそかに考えたまるで速射砲でも打ちかけられたようなものだなこれで俺の巧みな変装も聞かないことになるかもしれない ししかし先生俺が分かったかしら2二人は互いに頭を下げて別れ去ろうとしたしかしこの時こちらへ向かって早足でやってくる馬の蹄の音を聞いた近づいてみると憲兵の一体である清や氏と竜馬はそれを避けて路傍の長い草の中へと寄った憲兵らは縦列をつって 相当の感覚を保ちながら走っていく龍馬は再び考えざるを得なかった先生がもし俺の何者であるかを感づいているとすりゃすぐにもこの憲兵らを呼んで俺を捕らえることはいいたることだそうなったらはなはだ面倒だが憲兵の一番姉妹の男が自分の前を通過してしまったときに 聖也氏は草の中から出てはね上げられたほこりを払ったところが聖也氏の覆っている旅行袋のひもの端がいばらの枝に引っかかって取れないそれを見ると龍馬は除災なくすぐにそれを外してやった彼らはもういっぺんお互いに顔を見合ったもしもこの際誰かが彼ら2人のそばに見てでもいて しに龍馬を捕らえなければならないように仕向けたとしたらそれこそ滑黙すべき総統が初見の2人の間に起こったに相違ない2人はもともと非穏な人物であり十分に格闘の準備はできているのでありまた2人を一緒に置いたら必然相争うに至るべき同様の性質を持っているのであるから彼らは疑いもなく龍子相打つの帰還を呈したであろう。 けれども聖也氏は何も知らないふうで龍馬に行った「いやどうもありがとう」「どういたしまして」と龍馬が答えたこんな挨拶を取り交わしただけで2人は右と左へ分かれてしまった龍馬安泉は停車場の方へ聖也氏は 古城のの方へと。11. 名探偵の来場警察署長やその他の人々はもう古城から去った後であった彼らは昨夜の盗難事件と今日の盗品返却についていろいろ調べてみたけれどもついに何らの光明をも発見しなかった彼らは、 いたずらに長い間探しつかれ考えくたびれてある者は去りある者は名探偵聖夜氏の到着をただひたすらに待ったのであるそこへ聖夜氏は着いた彼らは聖夜氏のあまりに無造作な風采をしているのに驚いた非常な好奇心を持って死の来場を待ち望んでいただけに彼らはむしろ失望した 彼らはこの聞きうる英国の大探偵をよほど変わった見るからに異色のある人か何ぞのように想像していたのであるしかるに今目の当たり見ると彼らの心に描いていたところとは甚ははだしく相違して何らの神秘的なところも恐ろしげなところもないただこれ一個の行進史に過ぎなかった小説の主人公らしい様子などはちりほども見いだせなかった とはいえ、古城の主人、デバン氏は、溢れるばかりの喜びをもって聖夜氏を迎えた。おお、とうとういらしてくださいましたな。ようこそおいでくださいました。どんなにお待ち受けいたしましたろう。まあ、何にしても、こんなうれしいことはありません。しかし、あなたは、何でいらっしゃいました記者で参りました。いや、それはそれは。 何のこと、私は早速お出迎えと存じて自動車を桟橋の方へやりましてございますがそうでしたかと聖也氏は簡単にその行為を示してところでまず何よりも早速私の仕事に取りかかりましょうこう聖也氏に切り出されるとデバン氏はいささか面食らわざるを得ぬはいそのお頼みの件ですが それが、その、意外にも手紙で申し上げたよりも手軽そうなのでして。ほうほう。実は、昨夜、盗賊が忍び込みましたので。おお、では、何ですな。あなたは大方、私が参ることを、すでに人にお話になったと見えますな。と、聖也氏は、主人の顔を見つめていった。 でなければ彼らが昨夜襲ってくることもなかったでしょうなるほどそしていつやってまいりますかなそれはわからんが明日とか明後日とかまたはもっとしばらくたってからとかに襲ってくるでしょういかにもところでそのそうすればリュ竜ーーン安泉は罠にかかって捕まったのです でその私どもの品物は一切もちろん奪い去られてしまうようなことはなくて済んだのです品物はこちらにありますのでここにあるはい今日午後3時に送り返してまいりました龍馬安泉からですか連隊の特務総長からです 2。輪の軍用車でもって持ってまいりました。これを聞いた聖夜氏はいきなり自分の帽子を取り上げやけに、それを頭の上へ投げ上げた。そして旅行袋を肩にかけて立ち上がった。出番氏は慌てて止めた。どちらへいらっしゃるんですか？私はおいとましようと思います。と、聖夜氏が答える。 お帰りになりますなぜですかあなたの盗まれた品物は無事に戻ったとおっしゃるし龍馬は逃げてしまいましたし方々ガタガタもはや私のここにいる必要を認めませんからまあどうぞお待ちくださいなるほど一旦盗まれた品物は帰りましたに違いありませんがしかし昨夜のことを我々は今朝からシュと呼吸しておりますのですけれども さらにわかりません竜馬安泉がどこから入ってきたのかまたどこから出ていったのかそしてまた直様はせっかく奪い取った品物を返したのはどういう理由かちっとも見当がつかないのですなるほどそうですかそれがあなた方にはお分かりにならないとこの秘密を探り出そうという考えが聖夜氏の感情を和らげた よろしゅうございます。ではすぐにその部屋へ参ってみましょうですがどうかなるべく人に知らさないように願いたいものですそこで主人とせいや氏の2人は誰にも告げずにまた他のものを伴わずに孤島の放蔵の中へと入っていったせいや氏は昨夜のことやこの城の放脚のことや家族下女下男 及び同居人らのことやまたちょくちょくここへ訪れてくる人たちなどについて詳しく主人に尋ねたその次に氏は例の記録を2つながら取り下ろして両方の図面を対象してみた主人は昨日ゲリス総長が2つの謎を合わせて考えたらわかるだろうと言ったことなどを聖夜氏に物語ったあなたはこの2つの謎のことについて人にお話しになったのは 昨日が初めてですかそれとも前に誰かにおうち明けになりましたか昨日が初めてでございますあなたは決してその以前にバイモン法領氏にお話になりはしませんでしたなわかりましたでは一つ自動車を支度させてくださいませんか私はちょいと失礼して出てまいりますからお出かけになるさよう リューバーアンセンはこんな謎を解くのに何の造作はありませんその手引きはあなたがなすっていらっしゃるんです私が私が手引きをいたしましたとお分かりになりませんかリュウバーンセンとバイモン法領とは同一人ですよおお私もどうもそうらしいとは考えましたが 実にけしからんやつですな昨日あなたは大盗賊龍馬安泉にわざわざ材料を供給なすったのですそれを縁がために彼はこの数週間の間苦心していたのですだからそれを握るや否や彼は仲間を集めてあなたの家財道具を奪い取ったのですとにかく自動車をお急がせなすってくださいませんかこう言い終わって 聖夜氏は部屋中。あちらの隅からこちらの隅へと歩き回った。そして深く深く考え込んでいるようであったが。べたりと椅子に腰を下ろし、足を重ねて目を閉じてしまった。果ての眠ってしまったの。じゃあるまい,いか？それとも考えているのかしら？と出番氏は考えたが。 とにかく自動車を命じにとあちらへ出て行った帰ってきてみると聖夜氏は廊下の階段の上にひざまずいて絨毯の上を熱心に検査しているどうかしましたかと主人が聞くとご覧なさいここにロうが垂れていますあ、なるほどまだ新しいロうの跡ですなあ そこの段々の上に持たれているしまたそのガラス戸棚の周囲にもたれていますよ流歯のやつめ、それをこじあけて貴重品を盗み出しそれをこの椅子の上へ置いたのですあなたは何によってそれを推測なすったのですかと主人デヴン氏はこの見るがごとき説明を聞いてあっけに取られたように聞いた何によったと言ってと これらののしかし今はこんなことを調べている時じゃありませんもっともっと重要な問題は地下の抜け穴のことですってあなたもあの謎を解こうとなさるんですかいいえあえて解こうとせずとも私には十分わかっているんです時にご主人この古城から100軒か150軒くらい隔たったところに 礼拝堂か何かがありますかございます古い礼拝堂が一つございます昔老老校がお立てになりましたものですではどうかあなたの自動車をその礼拝堂の付近へ回しておくように運転手にお命じ願いたいものです私の自動車はあなたを桟橋へお出迎えに行きましたきりまだ戻ってまいりませんのですあなたは 例の秘密のトンネルをすっかり悟っておしまいなすったのですな。何だぞ、私にも教えくださいませんか。一体どういうことなのでございますか。聖夜氏は主人の言葉を遮って。ご主人、ランタンとハシゴを拝借したいのですが。えランタンとハシゴを何になさるんですか。まあ、ともかくお持ちください。入り用だから。 お願い申すのです12開かれたる秘密のトンネルこの冷ややかな論法にはデバン氏も少し驚いてベルを押したランタンと端ごとは間もなく運ばれた聖夜氏は今度は軍隊的の厳粛と精密さを持ってビシビシ命令を下すという態度だ そのはしごを初夏に向かってかけてください「チベルメスニル城」という文字の左手のほうへデバン氏は言われるとおりにはしごをかけたするとせいや氏はなおも続けるいやもっと右へそれじゃあ右へ寄りすぎた今少し左へそこで結構結構ところで一つあなたこの上へ登ってくださいああそれでよろしいです じんは浮き彫りになっていますか。どうです。浮き彫りになっています。では一つそのべという字をつかまえてどっちかへ回るか回してみてください。デバン氏はべという字をつかまえて叫び出した。回ります回ります。右の方へ四半分ばかり回りました。あなたにどうしてこれが回ることがわかりました。 聖也氏はそれには答えないで命令を続ける今度は「目」という字ですがそこから届きますかうまいうまい届きますなそいつを動かしてみてください押すか引くかしてみてくださいデバン氏は「目」の字を動かし始めた驚くべきかな何か掛け金のようなものが内側でカタンと外れる音がしたそうそう と哉氏はうなずいてさあ今度はそのはしごを一番左の端へ持って行ってくださいその「城」という字のところへいいですか多分その「城」という字が開くかどうかするだろうと思いますデ番ン氏は真面目腐った顔をして「城」という字をひっつかんでうんと手前へ引いたと思うと果たして「城」の字は開いたが同時にデ番ン氏は「 ココロコロとはしごから転げ落ちた。白の字が開くとともに最初の「知」の字と一番おしまいの「白」の字の間に挟まれている初夏の一面が数軸の上でぐるりと回転してトンネルの口がポカンと開いたのである聖也氏は冷戦として聞いたどうですおケガはありませんでしたかいいえ何ともありませんと と出番ガは起き上ががりながら答えた。怪我はしませんが少々面食らいましたな驚いたものですな字が動いたりいきなり飛んでるの口が開いたりするなんてしかし不思議はありますまいみんな修理の記録にぴったりと合っているじゃありませんかとおっしゃるとお尋ねまでもありますまいすなわち まずあまねく点ずれば米三次白開いてじゃあ,ありませんかなるほどなるほどそれはわかりましたがルイ十六世の記録の意味はどういうのでしょうかとデバン氏はまだ不信が晴れやらないそれこそ何でもないじゃありませんか二四八はすなわち西が八で「目」「目」「白」の字を「 王が記憶のために順番に書いておいたのですお分かりになりましたろういや恐れ入りましただんだん分かってきましたしかるに一つまだ分からないことがありますあなたのようにこちらから行けば何でもなくトンネルへ入りますが龍馬安泉は一体どこからそこへ入ったのかが分かりませんねもちろん彼は外の方から入ってきたのですから 聖哉はランタンに火をつけてトンネルの中へ入っていったがご覧なさいご主人後ろも前と同じ仕掛けになっているんですこの通り文字はことごとく逆になっていますよ龍馬はこちらから字を動かして開けたのです何によってそれが称せられますか何によってといってまあこの油のしぶきをご覧なさい 竜馬はちゃんと機械が錆びついてしまっていることを考えていたんですなだからこれこの通り車へ油をさしていますと驚いた様子もなく聖也氏が答えるそうすると奴は今一方の入り口をも知っていたのですなさようちょうど私がそれを知っているようにね私についていらっしゃいと聖也氏がこともなげに言う トンネルの中へですかと出番氏はさすがにやや躊躇の気味である。あなたはおじけがついたのですかええ、そうではありませんが、あなたはトンネルの道がおわかりですかええ、目をつぶっていても立派にわかりますさ。こう言って、聖夜氏は先に立ってトンネルの中へと入っていった。そしてまず最初に二人は、 12段からなる階段を降りさらに12段下りまたさらに12段を下ったそこで彼らは長い長いトンネルの中をたどっていったレンガの壁は古びきってすでに自然に返りところどころじくじくと水がしみ出したり湿っていたりする踏みゆく地はジメジメとしていた私どもは ちょうど今池の真下を歩いているのでございますと不気味に感ずるらしくデバン氏が言うトンネルはまた階段のあるところへ出たその階段もやはり12段であったその上にも同じく12段の段々がありまたその上にも12の段々があった2人がかろうじてそれを上り詰めたと思うと 切り立った岩をくり抜いた小さな穴の前へばたりと突き当たってしまったそこから先はもはや道がない「これはいかん壁のほかには何もないこいつはいささか困ったな」と聖夜がつぶやいたきっとこれは引き返さなきゃならんのでしょうもうこれ以上行ってみる必要はありますまい私はもはや十分です と、宣国からあまりいい心持ちのしていないデバン氏はこれ幸いと引き返し説を持ち出したけれども聖夜氏はなかなかこれくらいのことで並行はしないふと目を上げてみるとここにもまた立派に浮き彫りの文字が掲げられているそれは彼らのすぐ頭の上にあって入り口のそれと同様のものである 例によって例のごとくその3文字を動かすと御影石の蓋がくるりと回ったその御影石の方々の面は老老光の墓石になっているのであったそしてその表面には霊霊とチベルメスニル城8文字が刻まれているこういうふうにして2人は暗い長いトンネルの闇を抜け出して 明るい空気の中へ出たそこにはなるほど小さな荒れ果てた礼拝堂が建っているそれを見ると聖夜氏が出番氏を帰り見て言ったどうです人神に至るでしょうご覧の通り礼拝堂に達しましたよ不思議ですなと出番氏はさも勘に答えたように言う 実にどうも不思議ですなただわずかにあれだけお話ししただけでこれだけのことがわかるというのは本当に敬服のほかはありませんな何これ式のこと何でもありません国民図書館に収めてあったというトンネルの地図には丸がついていてその道は左の方へ行くようになっていますこれはあなたもよくご承知のはずですがしかし あなたのご承知ないことで同じな図面に十文字の印がついた道が右の方へ通っているんですもっともこれはほとんど消えかかっていますから虫眼鏡ででも見なければ分かりませんその十文字の印を伝っていけばはっきりと礼拝堂へ導かれるようになっているんですデバン氏は自分の耳も疑うほど驚愕したそうですか それはいかにも機械旋盤なことですなしかしそう伺えばいろはよりはまだ優しいのですなどうして今日までそれを誰も気がつかなかったかしら誰も3つ4つの事柄を照らし合わせて考えなかったからでしょうすなわち例の2つの記録と2つの謎とをねいやしかし無理もありませんそこまで気のつくのは リュー,バーアンセント私ぐらいなものでしょうからけれどもですね私ばかりならまだしもゲリス僧侶まで私どももあなたの知っていらっしゃるくらいのことは残らず知っていたつもりなんですがなせいや氏は得意らしく微笑を含んでデバンさんそんなことじゃまだなかなか謎や秘密は分かりませんなけれども

二人がトンネルを出て礼拝堂の中を抜けてくるとそこに一台の自動車が待っていたので聖夜氏は思わず声を上げたおおやおや、自自動動車車が待っていい。る。私の自動車ですわいとデバン氏も一興を喫して叫んだあなたのですってけれどもお宅の運転手はまだ帰らなかったはずじゃありませんか もう帰りはしましたろうが、しかしそれがどうしてここへ来たのだかは、私にも一向わかりませんね。二人は自動車の方へ近寄って行って、デバン氏は運転手に声をかけた。おい、お前どうしてここへ来たのかいはい、あの、バイモンさんからのおっしゃりつけで、はい。何バイモン氏が お前、あの人に会ったのかいはい停車場の付近でお目にかかりましたら何でも礼拝堂へ車を回しておけというご命令だそうでしたから礼拝堂へ行っていろってかい何のためにあなたとお客様をお待ち申すためにですと運転手はさながら狐につままれた面持ちである デバン氏とセイヤ氏は互いに目を見合わせたが、デバン氏はささやくように、彼にはあなたが一度ここへいらっしゃれば、こんな謎を解く謎は、時期に類することだと思ったのでしょう。ね最高の敬意を表したものと見えますな。満足の笑みが、セイヤ氏の痩せた方をかすめすぎた。この経意が、 大いに死を喜ばせたのである死ははたはたと自分の頭を軽く叩いていったあれあれ私はあの男に会ってすっかり覚えてしまったええあなたはお会いになったのですかもう少し宣告我々は道ですれ違ったのですそしてあなたはその男が竜馬温泉だとはおぼし召さなかったのですか いや、すぐに感づきましたともちょいと皮肉なことを申しましたからそれでとうとう逃がしておしまいなすったのですかとデバン氏が歯がゆげに言ういかにもひっ捕らえようと思えばたわいなかったけれどもちょうどそこへ5人ばかり馬に乗った憲兵も通りかかったのだからしかし惜しいことをしましたなあ もう二度と再びこんないい機会は来ますまいいやそれはお説のとおりかもしれんがデヴンさん聖也氏は呆然として言った私とアンセンとは互いに敵同士です聖也ほろ苦労不祥なりといえども偶然転げ込んできた犯人などを捉らえることを恥としている リューバを捕らえようとすれば、機会はあえてこちらから作ります。これから汽車でたとうとするセイヤシの時間はもはや迫っていた。自動車を回さしたリューバーアンセンは、密かにセイヤシを得としているらしくも思われる。デバン氏とセイヤシとはともかくも自動車に乗った。自動車は走り出した。ノモやぶも、 彼らの窓をかすめて失踪した。その時、突然デバン氏は、車内に小さな包みの置いてあるのを認めた。はて、何かしらん。小さな包みが置いてあるが、誰のかしら。ああ、あなたの名手になっていますよ。私にと、聖夜氏が不審した。ああ、 あななたのお名前になってていまま、す。すりしよ。聖也氏はその小包みを取り上げくくってある糸を切り丁寧にくるんである二重の紙包みを開いてみると中には1個の懐中時計が入っていたお<っ>聖也氏はわずかに叫んだその様子には 確かに憤っている表情が見える懐中時計ですなそれをやつがとデバン氏が言ったせいや氏は何とも答えなかったどうしたんだろうそれはあなたの時計ですかそれを竜馬温泉が返してよこしたとおおじゃあ何ですか 龍馬があなたの時計を取ったのですかはははこれはいいい聖夜ホロクロウ氏が龍馬安泉に時計をすられたなどは天下の珍事ですねははははこいつは至極妙だいや笑っちゃ失礼ですが、ごめんください <laughs> これははははこりゃおかしいははははは ハッハはハッハはハッハッハはデヴァン氏は腹を抱えて笑ったそれは到底自ら制することができないらしかったその時聖夜氏は論告するような口調で重々しく宣言したそうだあれに違いないあなたのおっしゃったとおりだ けれども聖夜氏は顔の筋一つ動かさなかった飛ぶような地平線の方をじっと見つめて渡辺へ着くまで一言も物を言わなかったその沈黙はむしろ恐ろしく心を測りがたくそして非常に怒っていてくれるよりは数層倍不気味であった自動車が桟橋へ着いた時は 死はただ次のす悟を漏らすのみであったがその時にはもはや何らの怒りをも止めてはいないようだったのみならずその言葉つきにも立派な人格の鉄のような意志と気力とがほの見えて奥ゆかしい感じがしたそうだあの男だった私はあの男を捕まえることを非常に愉快だと思います 私のこの手をちょうど今あなたをこういうふうに捕まえるように私のこの手をあの男の肩の上に置くことを私は甚だしく喜びますデバンさんどうかご記憶なすっていてくださいリューバー・アンセンとセイヤ・ホロクロウとは多日必ず再会するでしょういや再会します 少なくとも私は堅くそう信じています。ねえデバンさん世界は広いようで案外狭いものですからな。